アンソニー・モローはアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロット出身のプロバスケットボール選手 NBA のポートランドトレールブレイザーズに所属しているポジションはシューティングガードジョージア工科大学で4年間プレーしたモローだったが2008年の NBA ドラフトではとのチームからも指名を受けることができずウクライナのチームでプレーする予定だったが NBA サマーリーグで ゴールデンステートウォリアーズの一員として参加し、そこで首脳陣に好印象を受け、選手契約を勝ち取る。ルーキーシーズンの2008から09シーズンは46.7%の3ポイントシュートの成功率を記録し、リーグ1位に輝いた。ちなみに、ルーキー選手の同部門の1位選手は長い NBA の歴史の中でも,もろうだけしかいない。二千十年八月、 ニュージャージーネッツに移籍。2012年7月、ジョージョンソンが絡んだ大型トレードで、アトランタホークスに移籍も、不調に陥り、翌年2月に、ダラス・マーベリックスに放出された。2013年7月、ニューオーリンズ・ペリカンズと契約。2014年7月、オクラホマ・シティ・サンダーと3年1000万ドルで契約した。2017年2月23日、 大型トレードでシカゴブルズに移籍した NBA でも屈指の3ポイントシュートの名手として知られている成功率は毎年40%を超えるなど常に安定した成功率を誇る平均得点はさほど高くはないが相手側には脅威を与える名シューターであるバスケットボールレファレンスありがとうございます